ご視聴ありがとうございます。ピン芸人ナンバー1決定戦 R1 グランプリ2019の予選結果にキートンが怒りをぶちまけ、インターネット上で話題になっている。受けたのに通らない、ツイッターであれだけ受けて落とされたら誰でも怒ります。私は意図的に落とされたと思っている。 R1 詐欺などと運営側を批判するツイートを投稿した。関係者によると、キートンが3回戦にバドガールの格好で登場し、千の風になってを歌いながら生ビールを飲むというエッチの効いたネタを披露した。舞台袖で見ていた芸人は、会場はめちゃくちゃウケていた、お客さんは大喜び、舞台袖も大爆笑でしたよ。ただネタとしてはふざけた感じもあって、ジャッジが難しいなとは思いましたと説明。舞台上で参加者の真面目なネタが続く中、針を振り切ったキートンの登場で一気に空気が変わり盛り上がったという。落選理由としてはスポンサーの絡みもありテレビ向きではなかったという判断だった可能性がある。お笑いのコンテストは本当に難しい。笑いの量を数値化できないという課題はついて回る。先日ビートたけしが開催したビートたけし杯漫才日本一はその日一番受けていたマッハスピード剛速球が優勝した。審査員のジャッジと観客投票も一致、シンプルで分かりやすい構図だった。参加者の不満を解消するためには予選会から審査員を随時入れ替えることも必要だろう。少人数で何年も同じ顔ぶれだとマンネリ化しやすく、基準も曖昧になりがちだ。人数を多くして最高点と最小点をつけた審査員の点数を省いて平均値を取るなどして公平性を保つのもありだ。ここ数年審査員の齢齢が好き嫌いで決めている。審査員が仲の良い女性芸人に肩入れしているなどと根も葉もない噂話まで聞こえてくるほどだった。昨年の M1 グランプリではトロサーモンの久保孝次の部とスーパーマラドーナの武智が泥酔して審査員の上沼恵美子に噛みついた動画をネットに投稿し大炎上した。人が人を判断するのだから演者としては納得いかないことがあることも理解できる。芸人は2000円のエントリー料を払って R1 に参加する。チャンスをつかむためにネタを作る。今回の予選でガリガリガリクソンが自身の替え玉としてリーゴ星を送り込み見事に散ったのも一つネタとして考えると大ありだ。みんな面白いことを世間に届けるために芸人をやっている。そもそも演者の誰もが納得して笑える大会を実現するのはハードルが高い。だからこそ市場を挟まない厳正なジャッジを望む。記者コラム。